ナンシーファイナルラ
30-27赤マスカラ、ジャッジは30-27赤マスカラ。以上判定3-0をもちまして、勝者赤コーナー那須川天心。株式会社ベブシャーク取締役社長稲田剛様より賞受賞としてドキモノマックスが贈られます。選手、はい、今日は入場からまたいつもと違う凄みを感じました。そうですね、あなんかちょっとこう試合前からいろいろ煽られたりとかして、ちょっとこうムカついてた部分もあったんですけど、まあ、無事に勝ててよかったです。コンセント本当なかなかこう格闘技界にいない存在というか、本当にこう応援団の方もたくさんいますし、すごい熱いファイトができて良かったです。ありがとうございました。そしてご本人もおっしゃっていましたけれども、キックボクサーとしての那須川天心第1章カウントダウンに入っています。まあそうですね、今日もちょっとパンチで倒そうと思ったんですけど、まあ打たれ強かったんで、まあ、ちょっともうちょっと冒険して打ち合いに行ってもよかったなと今思うんですけど、そうですね、どうですか、面白かったですか。まあやっぱね、打たれ強いっていうだけあってすごい打たれ強かったです。まあでもほぼほぼ何ももらえなかったんで、まあ、よかったかなっていう感じです。ありがとうございました。見事に勝利をされました那須川天心選手でした。ありがとうございます。今後も僕の試合、11月12月と続くと思うんで、僕たくさん夢があって、夢を持つことって皆さん本当に大事だと思ってて、何か皆さん夢を持って前に進めることがすごい大事だと思うんで、これからも僕はたくさんの方に恵まれてますし、応援してもらってますし、チームも最強ですし、で自分には自分がついてると思い、日々努力してると思うんで、今後も、注目し続けてくれたら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。